Join me, 48 Hours correspondent Erin Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcasts. 毎週月曜日、松尾清のキャッチアップです。さあ、松尾さん、今日はビヨンセの話題ですね。はい。ビヨンセはね、1981年の9月4日生まれでございまして、今日で42歳ということになりますね。はい。で、ビヨンセも、ビヨンセもって言い方もなんですけども、今、ユウさんの話聞きながら、あれ、ビヨンセも確か、ユウさんぐらいの時に、母親になったんじゃなかったかなと思って。そうなんですね。記録を紐解きますとね、まあ、今、ステージなんかでも一緒に共演することがある、お嬢さんで、ブルーアイビーっていう、女の子がいるんですけど、この子ね、出産したのが2012年の1月のことで、ビヨンセ30歳でしたよね、その時。だから、まあ、ほぼほぼ、同世代ですね、その時とね。うん、でちなみにビヨンセはその後に双子の、男女を出産してますから、うん、まあ今まさにさっき出てきましたけど3人の子持ちっていうイオさん軸でいうとイオさんのお母様と言ってですねなるんですが、うん、はい、でその子供たちの父親となりますのが言わずと知れたラッパーの Jay-Z でありまして、今バック流れております、クレイジーインラブということも、まあ、夫の Jay-Z、夫になる、後に夫になる Jay-Z との、まあ、共演ナンバーだったわけなんですが、はい。このビヨンセという人もね、この番組の中でも、触れたこともありますし、どこから話していいのかなって感じなんですが、まあ、ざっとバイオグラフィー的なことを言うと、本当に、小さい時から、耳麗しく歌やダンスが得意ということで、テキサスのヒューストンというね、大きな街ありますよね。まあ、10歳に、歌う前に、まず、ガールズタイムっていうグループを結成して、その後、まあ、それが発展的に、変わったデスティニー・チャイルドっていう名義で97年にデビューいたします。まあ、この時まだ、年齢で言うと高校生ぐらいですよね。16歳ぐらいかな。で、その後、まあ、デスティニー・チャイルドが国際的な人気を博して、まあ、ソロキャリアも始めて、で、俳優としてもね、時は精力的な動きを見せてましたけど、やっぱり今はやっぱ歌の方に専念してるっていうふうに見えますし、まあそれは芸事に関してはそうなんだけど、それ以上に、まあ、超度級の実業家ということでも知られますね。まあアメリカの、ブラックミュージックシーンから、来た、でその後実業の世界でも活躍してるっていうのと、このビヨンセとリアーナっていうのがツートップからなんですが、まあビヨンセはその夫のデイジーも大富豪と言われてたって、まあ結婚生活も長続きしてますし、まあ何しろまあカリフォルニアに住まいを構えてるんですが、ちょっと下世話な話ですけども、Jay-Z との、住まい。ほら、日本の有名な設計、建築家の安藤忠雄さんが設計したお家なんですけど、はい、これ、まあちょっと本当トリビアですね。酒場で話したくなるタイプの話ですけど、これアメリカ国内でも2番目に高いと言われてる一軒家なんですけど、お家だいたいおいくらぐらいだと思います？本当に下世話な質問で申し訳ない。2番目、いやもう見当もつかないですよ、その額はどんぐらいですか？はい、今
時価で、まあ、2億ドルですから大体、270億円ぐらいですかね。はあ、建物だけでですよね。はあ、すごい。もうちょっとこれ自体が一大事業じゃないかっていう気もしますけれども。すごい。もうねちょっとあ、ビヨンセね、昔好きでしたよ、みたいな、こう、気楽な会話とかっていうのは、普通我々、やったりとか、最近もいいよね、とか、JG って、昔みたいにラップの名前出てないけど、何やってんのかな、とか言って、皆さんビジネスやってらっしゃいますってことですか。でね、この、やっぱり、R&B ですとか、ヒップホップっていうのは、ええ、まあ、もちろん、音楽を作って皆さんにお届けして、まあ、作品を、まあ、リリースしたり、ライブ活動をやるっていうのがメインの仕事ではあるんですが、生き方を見せていくっていうところがすごくやっぱヒップホップ以降顕著になったところで、はい。まあ、ビヨンセはヒップホップという世界とはちょっと違う、まあ、R&B とかポップっていう世界で活躍してるわけですが、とはいえ、ラッパーを配偶者、まあ、しかもね、その、ヒップホップヒストリーに残る、大成功者と結婚してるわけで、うん、まあ、ヒップホップの文脈で捉えられることも多い、ビヨンセは、その生き方を示しながら、同性である、女性、そしてまあ、広く言えば、まあ、マイノリティと言われている存在をエンパワーしていく、エンパワーメントしていくという存在で、その生き方に対しての、称賛が彼女のスターダム、現在の、スターライフというところでもあるだろうし、その、まあ、ちょっとこう、なんていうのかな、語弊があるかもしれないけど、教祖様としてのビヨンセ、うん、生き神としてのビヨンセが動くところを見に行くためにライブに足を運ぶっていうところがあると思うんですね。でこれ考えてみますと、まあ、R&B というのがもともと宗教音楽であるゴスペルから、始まってるってことを考えてみますとね、日曜日に、教会に行って、この、提言、があるであろう、その、牧師の言葉に触れるっていう行為の、まあ、そのバリエーションとして、JZ だったり、ビヨンセのライブに足を運んだりするっていうのがあるわけで、そう考えるとね、極めて、現代的でありながら、まっとうな、アメリカにおける黒人文化、黒人音楽の体現者である、まあ、そんな夫婦、そんなビヨンセなんだな、ということを、思いますね。うん、まあ、なんといってもね、スターになってからが長くて、勢いが止まらないところが、まあ、かつての、例えば、ダイアナ・ロスとか、アリサ・フランクリンとか、そういった、クイーンと言われていた人たちと並んで、まあ、ある意味では、ちょっと、売り上げとか、その、うん、ライフプランの確かさという意味において、なかなか携帯機がないという意味においては、もう今名前を出したような先達を超えてしまったようなところもあるんですが、まあ、常に、新作が注目されるっていう好循環を作り出した、うん、まあ、ある意味では初めての人と言えるかもしれませんね。そうですね。はい。彼女以前の、女性 R&B の大スターであった、うん、フィットニー・ヒューストンなんかと比べますとね、まあ、比べるのもどうかと思うんだけれども、まあ、比較しますと、このビヨンセの人生の堅調ぶりっていうのはよくわかるかなっていうふうに思いますし、まあ、それだけ、はい、セルフラブ、セルフケアに長けてるという、そういう存在でもあります。はい、というし、ビヨンセ、今もね、なおトップランナーとして走り続けている彼女の話題を今日は取り上げました。はい、松尾清のキャッチアップでした。裏には裏がある。表ばかり見ていると羨ましいし恨めしい。なら見てみよう裏側を。聞いてください。
裏話。努力はきっと裏切らない。裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して、藤原玉樹日曜の裏。 RKB ラジオで毎週日曜朝10時から放送、ポッドキャストでも同時配信しています。